はい。それでは、線形代数に、ベクトル空間の定義について解説をしていきましょう。まず、ベクトル空間の定義ということですけれども、ベクトル空間、中小ベクトル空間ですね、数ベクトル空間をより一般化したものなんですけれども、まあ、形をですね、実数、または複素数,数というふうにします。 はい。あの、複実数でも複素数でも話は同じなので、ええー、まあ、区別する必要はないので、まあ、一括して k という記号で表すということですね。ですから、ま、k は実数か複素数だなと思ってもらえばいいということです。で、ええ、これからベクトル空間の定義をするんですけども、その時に、え、ベクトル空間の要素、ベクトル空間の元のことを、ベクトルというのに対して、え、k の元 のことをスカラーというふうに呼びます。はい。それでは、そのベクトル空間とはじゃあ何かということですけども、まあ一応空でない集合ですね。空集合はちょっと意味がないので、空でない集合 V というのが、形状のという言い方をしますけれども、形状のベクトル空間であるというのは何かというと、まあ、XY、V の勝手な弦、XY に対して、それから、 k のカ手ナゲン c マスカラーなんですけども、に対して、えー、まあ、xy に対してはこの x たす y というものですね。それから、あ、それから cx というスカラー倍、和とスカラー倍という二つの演算と言いますけども、この演算が定義されていて、で、それがですね、え、単にま、定義されているだけではなくて、え、以下のような行理ですね。え、八つありますけども、この八つの行理を満たすというときに、 ま、ベクトル空間というふうに呼ぼうというようですね。で、これはあの数ベクトル空間の自然な一般化になっていますけれども、えー、具体的にはどういうことかというとですね、まあ、以下ではこの CD というのをスカラー、ー XYZ は V の弦というふうにしておいて、まあ X、X たす Y が Y たす X。要するに足し算の順序は交換できますということですね。 それから、2の x に対して1倍の x が x。これは、あの、1倍の性質。1倍しても、まあ、変わらないということですね。はい。1倍の性質。それから、結合法則と言われるものが、まあ、2つあってですね。1つは、この和、3つのベクトルを足すときに、えー、x 足す y をやってから z を足すという方法と、それから、y 足す z を計算しておいて、それから x 足す、この y 足す z っていうのを計算するという方法と、まあ、一応、 あの、理論上は2つやり方あるわけですね。で、その時に、結果が同じでないと、まあ大変困ったことになるわけですね。これが4つに増えてくると、4つのベクトルの和の足し算の仕方っていうのは、例えば、え、y 足す z を先やっといて、次に x 足す y 足す z をやっといて、最後に w 足すみたいなことになっちゃうと思う。え、それと、まあ、あの、他のやり方ですね。x 足す y をやっといて、z 足す w をやっといて、それからその2つを足すとか。 いろんなやり方がありますけども、それらが全部違っていると困るんですけども、まあ少なくともこの3つに関しては等しいと。まあ3つは等しいと4つでも以上でも等しいということがわかるんですけども、まあとにかくその、えー、足し算のですね、具体的にどの2つを先足すかということに依存しない、寄らないということですね。まあこれは当然あってしかるべき条件なわけですね。それからスカラバについても同じようにですね、例えば3倍して5倍したものが15倍したものだっていうのは、 当たり前のように思えるんですけども、その当たり前のことは成り立ちなさいということですね。はい。この二つの結合法則が成り立つと。で、これで一応4つ終わりました。あと4つですね。え次はですね、えー、分配法則ですね。この分配法則も非常に自然な法則で、えー、3倍の x たす y っていうのを計算するときに、3x たす 3y を計算してもよろしいと。あるいは逆に 3x たす 3y っていうのはまとめて、3倍の x たす y として計算できますということですね。 まあこれ多項式とかでは当たり前ですけども、スカラー倍に関して、スカラ倍とベクトの和に関してもこういうことが成り立つと。えー、逆にですね、スカラーの方の和についても、例えば2たす8の x は 2x たす 8x と、あるいは 2x たす 8x は 10x と等しいと。まあそういうふうなことが成り立つというのが、この分配法則ということになります。 それから次が0の存在ということですね。0、え、弦、ー、って言うんですけども、まあ、0もしくは0元というわけですが、0という、まあ、特定の V の弦があって、まあ、0ベクトルと呼ぶわけですけども、この0ベクトルという弦があって、すべての X に対してですね、これ、あの、Exist0AllX という順序を注意してくださいね。す、え、べ、ー、R0 っていう弦があって、すべての X に対して X、X たす0は X になると。 まあ、可感性がありますから、これ0たす X も X になるということですけども、まあ、とにかく X たす0は X。0を何かに加えても、その加えられたものは変わらないというような、そういう弦が必ずあると。1個あると。1個あると。1個あると、まあ、あるいうことですけども、あとで1つしかないということは言えるんですけども、まあ、存在すると。行為としては存在するだけで。で、もう1つの方がですね、す、え、べ、ー、ての X に対して、 で、えあ、ー、る、y という言語があって、足したら0になると。要するに、まあ、マイナスですね。マイナスベクトルですね。まあ、矢印ベクトルのイメージで言うと、矢印向逆向きのベクトルというのが存在すると。まあ、これも1個存在すると言っているだけなんですけども、実は1つしか存在しないということはわかるわけですが、まあ、とにかくこういう8つの性質を満たすものを、全部、ベクトル空間と呼んでしまいましょうと。 ベクトル空間のベクトルという言葉にはですね、矢印のイメージが皆さん強いかもしれませんが、今後ですね、多項式とか関数とかいろんなものがベクトル空間の性質を持つということを確かめていきます。で、そうするとですね、えー、多項式がベクトルとかですね、関数がベクトルとかですね、数列がベクトルって何のこっちゃっていうことになりかねないんですけれども、これはちょっと頭を切り替えていただいて、えーまあ、数ベクトル空間はこの中小ベクトル空間のあくまで例の一つであって、そういう、こういうまあ演算を満たすものをですね、 あの、共通して扱うと。まあ、それが、ま、言ってみれば逆には線形代数なんですね。線形代数というのはこういう数ベクトル空間の一般論っていうのが、ま、線形代数の、まあ、あ真の姿ということになるわけです。で、0、え、弦、ー、の一位性ということで、先ほどもちょっと言いましたけども、0弦とか逆弦っていうのはですね、こういうふうにして、えー、えあの、ただ一つ存在すると。えー、っと、0の場合は、まあ、ただ一つ存在してすべての X に対して、ま、こういう X たす0 X という性質を満たすと。 逆限の方はすべての x に対して、ただ一つ y が存在して、x plus y が0になると。まあ、こういうことですね。それからですね、これもまあ、まだ証明はし,していないんですけども、えっと、このすべての x、すべての x に対して、えー、マイナス x というのは、その逆限のことですけども、マイナス x 今、ただ一つあると言いましたが、これは実はまあ、マイナス一倍の x、スカラ倍のマイナス1倍の x と等しいと。まあ、数ベクトルだと、まあね、当たり前なんですけども、まあ、それが、ここのこのコリーからも導かれる。 いうですね。それから、0倍の x は0であると。これは、あの、こっちの0は、あの、スカラーの数の0で、こっちの方法は0ベクトルなんですけども、x、どんなベクトルもですね、0倍したら、0ベクトルになりますということですね。まあ、これも数ベクトルだと当たり前なんですけども、これが、この氷の条件だけからですね、実は出てきますということなんですね。はい。ということで、あの、こういう下の中に書いてある性質は、 氷の中には入っていないんですけども、氷から出てくる、まあ、あの、論理的に、えー、帰着される、えー、性質であるということですね。まあ、これについてはまた、演習等で見ていくことにしましょう。まあ、とにかくこの自然な8つの法則というのが成り立つということで、まあ、これを無理に覚える必要はありませんが、えー、まあ、いろんなところで証明するときにね、まあ、これを見ながら、あー、こう、性質が証明できていく様子を、まあえー、しっかりと理解していくようにしてください。 はい。それではですね、ベクトル空間のこの定義について、例題ですね。先ほどちょっと言いました、0がただ1つ、0ベクトルがただ1つであることを示しなさいということで、これをちょっと考えてみましょうということですね。はい。えっと、一応方針だけここに定義されていますけども、まあ、0ベクトルの性質を満たす、先ほどあったこの0ベクトルの性質を満たす0っていうのが、まあ、0と書いちゃうともう1つしかないみたいになっちゃうんで、 えー、これをですね、z1,z2 と書いておいて、いずれもこの0の状況を満たす。この0のところを z1,z2 と満たして、x たす z1 は x、x たす z2 も x と。す、え、べ、ー、ての x について、そういうのは成り立つ、0の役割をするものが2つあったとしましょうと。まあ、形式的に2つあったとしましょう。ただ、形式的なものであって、えー、まあ結果的にこれは等しくなるということを示しましょう。ということですね。はい。 ちょっとこれまあパズル的なんですけども、ちょっと考えてみてください。はい。えっと、それでは説明していきましょう。えっと、これ0の性質をですね、えー、まあ書き下すとですね、まずこうなるんですね。Z1、Z2 が共に0の条件を満たすということは、すべての V の v 要素、弦、V に対して、Z1 たす V は V、V たす Z2 も、 V ということになるわけですね。はい。これちょっと、あの、順序入れ替えてますけども、まあ、過感性を使って、もう一応こういう風に書いています。で、ここでですね、すべての V について成り立ちますから、特にこの1番に関してこの V としてですね、Z2 を採用しましょう。そうするとですね、Z1 たす Z2 は、あ、Z1 と、あ、じゃあ Z2 ですね、Z2 ということになるわけですね。 V のところを Z2 に置き換えますから、こういう式は成り立ちます。これ1番のところに、特に、これすべてのですから、すべての V について成り立つわけですから、V として Z2 を入れてみますと。するとこういう式は成り立ちますと。同じように2番のこの V のところに Z1 を代入すると、Z1 足す Z2 は Z1 ですと。いうことになりますね。ということでこの3番と4番の式をじーっと眺めてください。何どうですかね何か気づきますか 気づきますね。z1 たす z2 と z1 たす z2 ということで、両方ともこれ一緒なんですね。一緒ですね。ですから、これは、34の左辺は共に z1 たす z2 ですから、34の右辺も当然等しい。ということは、つまり、z1 と z2 は等しいですよ。ということで、証明割り。つまり、ゼロベクトルっていうのは一時的に定まるもの。一時的っていうのは、ただ一つ存在する。ということですね。 英語ではユニークに定まるという言い方をします。はい。ユニークリディターミント。次の例題はあ、どういう問題かというと、ベクトル空間の弦の、に対して、0v イコール0を示せる。というとですね。はい。先ほどもちょっと出ましたけども、v にどんなベクトルにも0をかけたら0ベクトルになるということですね。これを項理から導いてくださいと。こういうことですね。 はい。では、ちょっと考えてみてください。はい。よろしいでしょうか。ちょっとやってみましょうね。えー、はい。これもちょっと、あの、パズル的なんですけども、えー、いろんな、まあ、8つの法則をですね。うまく組み合わせると、これが得られるんですね。はい。あの、自分でこの説明を聞いて、後でですね、えー、演習問題の方で、えー、ちょっとこう、 穴埋め式の問題を用意していますので、そちらの方でちょっと自分でも一度挑戦してみてください。全部文章で書くのね、なかなか最初は大変ですので。はい。まずですね、えっと、えー、スカラー0について、まあ当然0たす0は0なんですね。0たす0は0ですから、こういうことになりたいと思います。つまり0、0たす0倍の V イコール 0V ですね。これはあの0、0たす0イコール0っていう等式がありますから、まあスカラーに関しては当然それ V をかけると、 等しいわけですね。はい。これは同じスカラーを V にかけてるわけですが当然これは等しいわけです。これは別にあの、コーリーも何も使ってません。ただ単に数字の0は0たす0は0っていう数ですね。実数のうちか複素数、どちらも一緒ですけども。とにかく数の0と0を足してまま0です、いうことで、これをですね、え、その、に、この数を V をかけるとこうなるんですね。で、ここですね、この0たす 0V を、はい。なんでしょう。分配法則を使うと、 こういうふうになるんですね。はい。つまり0たす 0v っていうのは 0v たす 0v、イコール 0v っていうことになります。今まだ 0v が何であるかわからないので、この等式をまあ見てですね、0v っていうのはまあ一応あるということ、0v と 0v は 0v 足したら 0v になるということしかわからないんですけども、はい。ここに 0v の逆弦があることを使います。0v という弦には逆弦マイナス 0v っていうのがあるんですね。 で、マイナス 0v を加えるとどういうことが起こるかというと、0v たす 0v というものにマイナス 0v を加えたものが v、0v たすマイナス 0v ということになります。ただここで 0v たすマイナス 0v 右辺の方はですね、これ当然ゼロベクトルです。なぜな,な,ぜならば、マイナス 0v というのは 0v の逆減ですから、これ足したら0になるわけですね。0ベクトルになるわけですね。はい。で、左辺の方はというとですね、えー、これ結合法則がありました。0、えー、まあ、 この最初のこの 0V たす 0V 括弧たすマイナス 0V ですから、これは 0V たす括弧 0V たすマイナス 0V っていうことになりますね。で、この部分も、この右辺の部分もどちらもですね、えー、逆弦の定義によってですね、はい、0ベクトルになりますから、従って左辺は 0V ベクトルたす0ベクトル。で、0V ベクトルたす0ベクトルというのは当然 0V ベクトルですね。 で、右辺はそのまま0ベクトルですね。ということで、左辺は 0V、右辺は0ベクトル。等しいわけですから、はい、結論が得られました。はい。このようにですね、八、えー、8つの交流を使ってやると、いろんな性質を示すことができるということですね。はい。ちょっとまあ、パズル的なものなんですけども、面白いと思った人はちょっとやってみてください。はい。まあ、こういうふうな例を習ってですね、マイナス1倍の X がマイナス X になることを示してみなさい。と。ことですね。 ぜひこれも挑戦してみてください。はい。それでは、ベクトル空間の定義、例題の3に行きます。はい。えっと、問題ですけども、とても奇妙に思えるが、正の実数全体、r プラスは x, y、正の実数 x, y と、それから実数 c に対して、和をですね、x プラス y という和を、実数本来の積 x, y で、それからスカラーバイの方を、 x の c 乗と、正の実数 x の実数乗という形で定めることで、r 乗のベクトル空間になることを示しなさい。こういう問題ですね。はい。それではちょっと考えてみてください。それでは解説をしていきましょう。 まあ、方針としては、忠実にベクトル空間の考慮を満たすということを確かめていくしかありませんので、それをやっていきましょう。まず x、x プラス y イコール y プラス x という可換性ですけども、これは積が可換であるということをそのままですね。なので、これ言えますと。それから、1倍したものはそのまま変わらないという性質は、x を一乗したものは x ですから、これも言えますということですね。 はい。で、結合法則なんですけども、結合法則は、x、え、カ X プラス Y カップラス Z っていうのは、本来の計算で言うと、ま、定義によると、カッコ x y る z っていうことですね。それから右辺の方は、X×YZ ですけども、これは、実数の積の結合法則によって成り立ちます。それから c こ d x っていうのは、X の D 乗したものを C 乗しなさいっていうことですけども、これは指数法則によって、X の CD 乗、 と等しいですから、これはととと等しいというここで、これもですね、実数の積に関する、あれ、積、指数法則によって成り立つことがわかるんですね。それから次に分配法則ですけども、分配法則は c カッコ x プラス y っていうのは、これは xy の c 乗ということですね。でこれは当然 x の c 乗 y の c 乗なので、えつまりこれは cx プラス cy というふうになります。 同様にですね、c プラス d 括弧の x というのは、x の c たす d 乗なんですけれども、x の c たす d 乗っていうのは、x の c 乗をかける x の d 乗ですから、これは cx たす dx ということになって、分配法則が成り立つことがわかります。0の存在、0弦の存在ですね。0弦の存在は、x と何かをかけたら1に x になるというようなものですがこれは当然1ということになります。 ですから1が0弦の役割を果たすということですね。9弦ですけども逆、逆弦は、x プラス y イコール0ロというのは、本来の演算に直すと xy イコール1ということになりますので、要するに逆数ですね。x 分の1。3だと3分の1ですね。3足す3分の1は3かける3分の1で1。つまり0弦ということになりますので、x 分の1が逆弦ということになります。つまり r、r プラスは指定された 演算で R 乗のベクトル空間ということになります。この問題はちょっと難しかったかもしれませんけれども、情報ですね。実数の、正の実数の情報をログによって足し算に変換するということを、ベクトル空間の言葉を使って説明したというふうに見ることができます。では次に行きましょう。ベクトル空間の例ということで、 まあ、R 上の例ですね。えー、まあ、散歩を指定しないときはあ、自然なもので考えていくことにします。まず一番目ですけども、平面は空間ベクトル集合。これはもういいですね。えー、これはまあ要するに R、R にもしくは R3 と同,、まあ、同一しできるわけですけども、えー、矢印ベクトルは当然このベクトルの性質を、ベクトル空間の性質を持っています。それから、あ実数ベクトル空間ですね。えー、実、N 次元実数ベクトル空間とか、 これはまあ R 上のベクトル空間になります。もちろん複素数ベクトル空間は複素数上のベクトル空間になるわけですけども、それから実数全体の集実数、実係数多項式全体の集合っていうのは、これはあの、普通に多項式の足し算と多項式にスカラー倍する、多項式を C 倍するっていう作用ですね。演算によって、えー、ベクトル空間になるわけですね。 はい。で、あのー、まあ、掛け算が多項式のままできるわけですけど、まあ、掛かけ、掛け算のことはもう忘れるということですね。構造として忘れるということになるわけですね。はい。で、は、まあ、後で、その、ベクトル空間としては、掛け算を忘れるんですけども、掛け算ができるということを使って、あの、線形写像とかいったものを、後で、え、定義したりしますけれども、あるいはあ、内積というものも定義できるわけですが、そういったものを、 実数ベクトル空間にない特徴を使ってですね、えー、まあ、利用して、まあ、いろんなものを構成したりするというように使いますけれども、あくまでもベクトル空間としては掛け算のことは忘れると。使わないということですね。それから次がですね、えー、まあ、これちょっと難しくなりますけども、R から R への関数全体ですね。関数全体。まあ、関数っていうのは、今は、まあ f, r, r と書いてますけども、r から r への写像ですね。まあ行き先が r のような写像のことも一応関数というわけですけども、えー、まあ実数から実数への写像、関数ですね。全体を考えると。非常にでかい集合なんですけども、まあありとあらゆるものがあるわけですけども、まあそれらの要素ですね。つまり関数なんですけども、要素はね、えー、関数、二つの関数 f, g に対して和はどう定義するかということですけども、 和はですね、えー、まあ、行き先、これ、ま、値による三法というふうに言うんですけども、X の行き先は、が FX 足す GX であるような関数のことを F 足す G で定義すると。まあ、値、要するに行き先の足し和、和をですね、えー、その行き先に持つような関数のことを F 足す G というふうに定義すると。スカラ倍も一緒ですね。えー、スカラ倍の方は、えー、行き先のスカラ倍したものが、えー、 行き先であるような関数を CF というふうに書くということですね。はい。まあ、これはあの多項式を関数として考えたときにはですね、全く同じことになりますね。まあ、単に多項式の足し算をしたものをその多項式の足し算と言っている。まあ、関数として考えた場合とこれ全く同じ演算と見ることができます。で、あの、C 域ですね。えー、C 域定義域が実数になってますけども、これはあの2の集合として考えても同じことですね。 x が動くところがまあ普通に集合であってもですね、まあ、要するに値が実数とかあるいは複素数のような計算、足し算とスカラバができるところであれば、まあなん、なんでもいいんですね。はい。ということで、え、これもまあベクトル空間になります。まあ要するに関数の空間はベクトル空間になりますと。はい。それから次がですね、えっと、実数列全体ですね。実数列全体。 実数列というのは、要するにまああ、ま、あの、ずっと、ま、ランダムで、何でもいいんですけども、とにかく、一1番目、2番目、3番目と、こう、数が並んでいるものですね。そういうもの全体ですね。はい。で、これは、あの、ベクトル空間になりますと。で、3方ですね。え、ワトスカラバ何かというと、an、bn という2つの数列があったら、それの和はですね、an たす bn っていうのを一般項に持つような数列。 で、an の c 倍は c 倍の an を一般項に持つような数列ということですね。はい。だから、例えば an、bn が例えば1111222っていうずっと同じ数が続く数列だとすると、和はですね、3333っていうのはずっと続く数列だし、えー、c 倍の111っていうのは、まぁ、あ、ccccc っていうのはずっと続くものということになるわけですね。 で、えっと、これはまあ、結局のところですね、えっと、自然数に対して何かある実数を対応させ,させていると考えれば、この FNR とこの実数、数列全体ですね、は一緒。FNR ってこの先ほどの4番の S として、えー自、自然数全体を考えるんですね。自然数は一応1から始まることにしていますから、1から1、2、3、4、5、6という続く数に対して何かある実数を対応させるっていうふうに考えると、これはあの、 この数列はもちろん関数と考えることもできます。で、その場合にはこれ実際にその N の行き先である ANBN っていうものを足しているわけですから、この値による散歩4番と全く同じ演算になるんですね。はい。ですから、まあ結局まあ4番は結構親玉的なあの定義なわけですけども、それをまあ自然数からの場合は、まあ単にその自然数の行き先を並べた数列と考えれば5番になりますし、 多項式の場合だけ考えれば3倍になりますね。ということなので、えーえっと、さらにまあ、例えばこれが、えっと、S がですね、1から N までの、えー、有限この1から N まで集合だとすると、これは実数ベクトル空間と見ることもできるんですね、はい。ですからまあ、4番は結構、あの、一番、あの、一般的な感じですね。この中ではね。はい。ということで、えー、このようにして、えー、いろんな、ベクトル空間の例があ,あります。ということになります。 はい。それではこのベクトル空間の例の例題をやっていきたいと思いますが、R の弦を係数とする多項式全体 V っていうのは、えー、これはまあ一応 RX と書いてますけども、これは R 上のベクトル空間になることを確かめよということですね。はい。確かめよ。言われてもですね、えー。まあ確かめるしかないんですけども、はい。ちょっと一応考えてみましょうか。ベクトル空間の効率を思い出しながら、えー、一つ一つ、まあ一応指差し確認して、はい。これ OK、これ OK、これ OK と。 まあ、どれもちょっと当たり前みたいな感じなんですけども、一応確認してみましょうってことですね。はい、それでちょっと考えてみてください。はい、それでは説明していきましょう。はい、ワトスカラバイはいずれも通常の多項式のワトスカラバイとしましょう。いうですね。で、FXGX を多項式とすると、和はもちろん果敢ですと。それから、スカラバイは1倍しても変わりませんと。 で結合法則や分配法則はもう散々中学とかで計算した通りなので、もうこれはもう指差し確認するまでもないぐらい当たり前ですね。はい。まあ、例えば結合法則だとこういう式が成り立つということはもう自明です。はい。誰もあの多項式3つ足すときにですね、えー、どっち先計算したらいいだろうかとかですね。まあ、あの、いいだろうかっいうか <laughs>、どっち先計算が違ったらどうしようなんて心配はしたことはないと思うんですけども、まあその心配がないわけですから、 まあこれは成り立つわけですね。はい。多項式の0はまあ数値の0でもありますけれども、これは0弦の性質をちゃんと持っていますと。で、逆弦も当然全ての係数をマイナスに反転したものが逆弦で、これはまあマイナス1倍にも実際になっていますよね。はい。で、このように多項式全体はワトスカラワイに注目する限り、数ベクトル空間と構造的に類似していて、ベクトル空間の仲間であるというふうに書いてますね。 はい。ということで、まあ、ベクトル空間の持っている基本的な性質をすべて多項式全体は持っているということが、改めて確認できました。ということになります。はい。最後に、この複素数ベクトル空間ですね。複素、あ、ごめんなさい。複素ベクトル空間ですね。つまり、先ほどの K として、複素数の場合はどうなるかということですけども、まあ、これもまあ、同様ですね。先ほどの RN とか RX を全部、そのまま R のところを C に置き換えればですね、C 上のベクトル空間になりますので、 えー、結局これはですね、あのー、まとめて、えー、kn とか kx とか pnk とか ak とか fsk とかそういうふうに書いていいわけですね。はい。まあ、実数であるが複数数であるがあ、やってることは一緒なので、す、え、べ、ー、てこれは、あのー、形状のベクトル空間ということになります。はい。ということで、まあ、線形代数先ほどもちょっと言いましたけれども、形状のベクトル空間共通の性質を え、この、えー、っと、次の章でやります。経線形写像というものを用いて調べるということですね。あるいは経線形写像の性質を、まあ、行列を使って調べていくということになりますね。まあ、そういったことをやっていくのは線形代数ということになります。はい。ベクトル空間の性質は、あまあ、その営によってですね、まあ、あの、違いはないので、まあ、この営のことをですね、あまあ、もう、あの、 忘れて省略してですね。単にベクトル空間と。ですね。必要になった時だけ係数体を K とするとっていう言い方をしますけれども。まあ、あの、一応基本的には、まあ、あの、特に必要なければ省略して書くことも多いです。はい。で、えっと、実数と複数の違いはじゃあないのかっていうとですね。まあ、そうでもなくて、内積をやるときにはちょっと違いが出てきますので、まあ、その時にはまた、えー、説明していきたいと思います。 で、えっと、C 上のベクトル空間を、まあ、R 上のベクトル空間とみなすこともありますけども、まあ、ちょっと複雑なので、この、この説明では扱いません。はい。まあ、アドバンストの内容として、またちょっと、えー、授業等では説明したいと思います。はい。で、これの例題ですね。複素数、ベクトル空間の例題1個だけやっておきましょう。複素数全体 C は自然に R 上のベクトル空間になることを示せということで、えー、先ほどの この最後の話ですね。C 上のベクトル空間を R 上のベクトル空間とみなすとで。一般でやると大変なので、C だけちょっと、R 上のベクトル空間になるということをちょっと確認してみましょうと思います、ね。はい。じゃあちょっとこれ考えてみてください。はい。それでは説明していきます。あ、略とかでありますね。<laughs> えっと、 はい。えっと、これはあの、略していますけれども、えっと、簡単に言うとですね、複素数全体 C っていうのはもちろん和は普通の複素数の和ですね。で、実数をかけるという、複素数には複素数をかけることはできるわけですが、実数は特にかけることはできます。で、実数をかけることによってですね、あの、分配法則とか、えー、結合法則とか、まあ、全部成り立ちますね。はい。なので、すべて自明なので、これはもう、 特に確認するまでもなく、ベクトル空間になるということですね。はい。一応まぁ、あ、氷をもう一度確認して、あ成り立つなということは、ぜひ確認しておいてください。